湿原中心部のデータンチキリタップ湿原は、北海道厚岸郡浜中町にある湿原で、厚岸道立自然公園に含まれる。面積は3168ヘクタールで、釧路湿原、ベカンベ牛川流域湿原、根泉原野湿原群、サロベツ原野に次いで、国内5番目の広さである。春から秋まで、様々な花が咲き湿原を彩り、花の湿原とも呼ばれる。 出現中心部のデータンで形成された高層出現部分803ヘクタールが1922年10月12日に国の天然記念物キリタップデータン形成植物群落に指定された。1993年6月1日にアッケシコと別館編牛出現と共に国指定アッケシ、別館編牛キリタップ長寿保護区に指定された。 また1993年6月10日にラムサール条約登録湿地にも登録された。2001年には北海道遺産に選定された。1986年には湿原の環境保護のため地元の有志により民有の湿現を借り上げ自然を保全する活動が開始され、その後 NPO 法人キりタップ湿現ナショナルトラストが保全活動を活動を行っている。 1993年に湿原北川の丘の上に浜中町によって霧タップ湿原センターが建設された。センターには専門員が駐在するほか、湿原についてわかりやすく展示解説されており、望遠鏡などで単調などの野生動物が観察できる。また2階は喫茶コーナーが設置され、地場の食材を活用した食事が食べられる。 2005年からは指定管理制度によって NPO 法人キリタップ出現ナショナルトラストが管理運営を行っている。7月初旬、白い綿菅の未北海道の東部、釧路と根室のほぼ中間の太平洋岸にある。南西から北東に伸びる海岸線に沿って長さ約 9km、奥行き約 3km に広がる。 キリタップの地名はアイヌ語の北部二字を当てたものとされるが、実際に北海道東部太平洋沿岸に特徴的な海切りの影響を受け、霧の多い土地である。湿原南部のビワ瀬湾には漁港があり、近海の魚介の水揚げや昆布漁を行っている。本来のキリタップの集落は湿原からキリタップ大橋を渡った湯沸かし島にあり、浜中町役場や、 温泉施設もここにある。霧タップ岬の沖にある小島は、絶滅危惧種エトピリカの生息地である。湿原の中心を横断する道は、湿原保存のため道の下を、水が通る構造になっている。この道は、MG ロードの愛称が付けられ、歩道が整備され、各所に見晴らし場所や、記念碑が設けられている。西側の高台には、美和瀬展望台、北側の丘の上には、 霧タップ湿原センターがある。花の湿原と呼ばれるのは、串路湿原などに比べて、花の種類が多く花の密度が高いためである。原生花園が広がり、春から秋にかけ多様な花が咲く。特に初夏を告げる白い綿すげ、夏の訪れとともに咲く、黄色いエゾ肝臓などは、湿原一面を彩る。夏には、数組の単調が繁殖を行っており、 鶴以外にも様々な鳥類が観察できる。また天然記念物に指定されている湿原のコア部分に立ち入る際には文化庁長官の許可が必要であるが、コア部外の湿原内には観察のための木道や展望台が整備されている。湿原を彩る花は以下の通りである。エゾカンゾウ。奥に木道が見える約6000年前の縄文時代は、 世界的に今よりも気候が温暖で、極地の氷床が大量に溶けて海水面が上昇したことが知られている。当時は、キリタップ湿原も串路湿原も陸に大きく入り込んだ湾であった。その後気候の冷量化に従って海水面が低下したが、キリタップでは海岸部に砂丘があったため内陸側に沼が残った。この沼が水はけの悪い低地となりやし、 すげ類、水苔などが繁茂して湿原が形成されていった。湿原の中心部は天然記念物であるが周辺部は民有地である。1986年、地元の有志を発起人として、美しい花の湿原を後世に残すことを目的に、キリタップ湿原ファンクラブが発足した。この活動は2000年に特定非営利、活動法人である。 キリタップ出現ナショナルトラストに受け継がれた。このトラストは民有地の買い上げや出現観察のための木道などの整備、自然を大切にする、教育、啓蒙などの活動を行っている。これらの活動が評価され、同法人は2007年11月に第3回エコツーリズム大賞を受賞した。ありがとうございます。